これか。え、なんか急激に歌うのやめられたんやけど。皆さんこんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2023年1月30日月曜日の午後1時8分です。そういえば今日こんなご相談を受けたので皆さんにもお願いしておきますね。相談内容は浜辺で倒れている人を見かけたけどどうしたらいいかというものだったのですが、そういう場合は繰り返しお声掛けして助けて差し上げてくださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ジョニーが来とるっぽいな。あ、はい、ということで今回もやっていきたいと思います。私のぼやきからスタートするところやった。ジョニーがやってきとるっぽいけど、そんな感じやったっけ、ジョニー来とる時のあのアナウンスって。どこだ、こっち側じゃないんか。さすがにこんな奥の方に倒れてないよね。私すっかり真夏って感じの格好なんやけど、ん、今サメおらんかった、気のせいか、気のせいやな。あ、見て見て、髪色変えた、イエーイ、可愛くない？いや一応さ、前回この被った帽子に合わせて服装変えようと思ったんやけど、なんか微妙な感じなんよね。なんかこれじゃない感が。一応これになったけど。あ、アイナちゃん、今日もバッチリイケてるね。あは、ありがとう。世間話でも。曇りって意外と外では過ごしやすいよね。家の中では暗いなって思うけど。あは、確かに今まだ昼過ぎやのにめっちゃ暗いな。そして風が強い。ジョニー、ジョニー、あ、おった。スースー、ふが、スースー、起きろよ、おい。おーノー、そちらは鳥かじです。おもかじは右、多分お箸を持つ方。左利きの人もおるけんな。な、なみ、波が、できれば大盛りでお願いします。そういうことではない。う、う、このままでは海のもずく、もくずですね。自分ツッコミができるぐらいなら大丈夫よ。や、やめて、食べないで。私の分ちゃんと残しておいて。自分が食べられるわけではなく。そういう、起きろって。う、お、やっと起きたか。は、一体何が起きたのですか。ここはどこ。私はジョニー。そうだよ。あなたは誰って、アイナさんじゃないですか。いやはや、私としたことがつい取り乱してしまいました。鳥だけに取り乱して、ははは。で、あれ、この手の冗談はお好きではない。まあまあまあ、ノリに困るよね。では本題に入りましょう。実は私、また船から落ちて流されちゃいまして、助けを呼ばなければならないのです。ほら、この通信装置さえあれば。何回もぶっ壊れよるけどさ、めちゃくちゃ丈夫やね、その通信装置、逆に。で、ん？オーマイゴーシ、私の大事な通信装置が壊れちゃってます。バッキバキに割れて、通信装置のパーツがほとんどなくなってます。これでは私の仲間たちが見つけ出してくれるのをただ待つしかありません。しかし、それでは一体いつになることやら。親切なあなた、私の通信装置のパーツを探してくれませんか？探しましょう。ありがとうございます。あなたはなんと親切な人なのでしょう。通信装置のパーツはおそらく砂浜に埋まっていると思います。数はここほどあれば多分大丈夫です。仲間たちがきっと私のことを探し回ってるはずなので、私は船を見逃さないようウォッチングしています。部品が5個あれば大丈夫の意味がわからんけどね。全部ないとダメやと思うけど。パーツ探しの方はお任せするのでよろしくお願いします。さーて頑張りますか。待って、早く出て。スコップ、スコップ、よし。さあ見つけるか、通信装置のパーツ。待って、全然やん。あれ、今ここにさ、え、全然あれか、え、もしかしてピュってなった後さ、しばらく経ったら消えよる、そういうこと。移動しよんや。え、動けるん、入って。
ことは別にいろんな砂浜ね、砂浜のいろんなとこ行かんでもずっとこの一箇所の砂浜におればさ、最終的に全部集まるってことか。いやでも遅いな待ち寄ったら遅いな。全然出てこんやないかーい。一箇所につき一個しか出んとかいうことないよね、別に。まあ、いいや、隣行くか。さあ、出てこい。とりあえずちょっと。メッセージボトル。そこのラッキーなお前。この前腕立てしてたら、うっかり寝落ちしちゃってさ。腕立て中に寝落ちってどういう状態？夢の中でこんな DIY ができたんだ。筋トレしながらでもすぐ作れるから、お前にも教えてやるぞ。絶対作ってくれよな。意外と器用なフェザーより。フェザー、なんか知らんけど多分鳥。夢の中でできたことって現実でできんこと多いけんな。近海のトロッコ。お、すごいな。ふんふん。近海のトロッコのレシピを覚えた。めちゃくちゃ合成な感じ。てか全然ないんやけど。全く出てこないんですけど。え、全く出てこんやん。待って、出てきて、はよ。あ、来た。はい、2個目。さあ、次次。3つ目。ちょいちょいなんか自分の足跡でよくわからんくなるんよね。この辺木生えとって見えんし自分の配置に文句言うやつ。おらんな。ちょっと黒くなっとる部分とか見つけてさ、あ、出てくるんやないんって思ったら足跡なんよね。全然いいね。あ、くるー。3つ目。違う、そっち関係ない。あと2つね。お、プレゼント。待って、撃ち落としたい。まだ結構あるな。早く。めっちゃゆっくり。この辺か。あ、待って、もうちょいこっちか。よし、来たー。はい、中身は。やったー、お金降ってきた。イエーイ。さあ、それじゃあ探しますか。消えたよ。せっかく、お、四つ目。よし。次でラストやね。ってことは、ちょい、ジョニーがおる側の浜辺に行こう。どうせ出てくるけん。おお、びっくりした。うん、転がしか。めっちゃ動きよったね。さあ、出てこいよ。よし。あ、よかった。消えるギリギリやった。消えてしまったと思ったのにな。はい、5つ目、ラスト。あったよ、全部。違う。あったよ。はい。見つかりましたか？あったよ。どうぞ。おー、これはまさしく私の通信装置のパーツ。ベリーベリーサンクス。これで通信装置は治ったはず。いけた？ジョニーより。これでよしと。恩人のあなたには後日お礼の品を送ります。助かりました。本当にありがとさんです。いえいえ、よかった。通信装置さえ復活すればもうこっちのもんです。どれどれ。変身まだか。仲間たちが抱き合いながら私の無事を喜んでることでしょう。既読ついてますから。
既読ついてすぐに帰ってこん、この状況でそれやばくない？生きとったんかーいって感じになったよね。さっきなんかついたよね。あ、あった。頼れるライフセーバー。肩書き万年迷い子。たぬきマイル500マイルゲット。よしよし。で、近海のトロッコ。すごいな。山盛り。トロッコに近海山盛り。何やってんの？一瞬女子会かと思ったけど、一徹がいる。歌歌ってんのか？あら、こんにちは。素敵ね。話しに来たよ。島の暮らしは時の流れがゆったりなようで、ちゃんと計画的に行動しないとすぐに一日が終わっちゃうわ。素敵ね。まあ、確かに時間の流れ早いけんね。よ、あゆなってか。世間話でも。はっきりしねえ天気だな。俺が山くらいでかけりゃこんな天気吹き飛ばすんだがなってか。ごきげんよう、アイナさん。あなたに会いたいなって思ってたところよ、だってば。あれ、座ってなかった？立っとるな。おしゃべりしよう。調子はどう？アイナ島の暮らし、目いっぱい楽しんでる？だってば。座ってても立ってても同じような同じような身長やけんかな。じゃあ私も座りたい。私も座りたいってば。これか。え、なんか急激に歌うのやめられたんやけど。びっくりした。びっくりされただけかな。いいね、いいね。みんなでシャンティの歌に聞き入る。ゆったりした昼下がりだわ。ヤッホールーシー。おはよう世界。お会いできて嬉しいですよ。世間話でも。お互い素敵な一日になるといいですよね、よう。確かに。素敵な一日にしよう。ヒュージ君の家ってどんな感じやった？ちょっと子供っぽい感じの家やったっけ？お邪魔するよ。あ、ですね、やっぱり。うんうん。わーい、やっと話しかけてくれた。君、すごく忙しそうだったから、話しかけにくかったんだよね、だぞ。冬仕様のジオラマ。もしかして君も鉄道模型で遊びたいの？そっか、こういうの好きなのか。だったらいつでも好きな時に遊びに来てくれていいからね、だぞ。あ、ありがとう、どうも。寝転んでみたり。これは声かけられないんすね。いや、僕にご用だぞ。お話ししよう。今着てるその服、アイラくんにとってもよく似合ってるね。そうだ、僕いいもの持ってるんだけど、よかったらもらってくれる？レザーのスニーカーなんだけど、そのベルト付きミスワンピースと雰囲気が似てるから合うんじゃないかと思うんだ。絶対似てないと思うけど。え、色にもよるか。僕はアイラくんとずっと仲良しでいたいだけだから、遠慮せずに受け取ってね、だぞ。ありがとう。じゃあちょっと履くね。どんな感じ？レザーのスニーカー。あ、まあ、確かに、黄色と緑やけん、色合い的にはいい感じ。思ったより別に変ではないね。はぁ、どうしたの？だぞ。ちょっと聞いてくれる？僕は今とっても重大な悩みを抱えてるんだ。僕は毎朝パンを食べてるんだけどね。お気に入りのジャムが今朝から見当たらなくて、とっても困ってるんだ。空の瓶はあるんだけど、中身だけが消えちゃったんだよね。食べ終わったんじゃないかな、それは。なんだか事件の香りがするだぞ。ミステリー小説の読みすぎでは、漫画みたいに見えるけどな、それは。やったー、いい靴もらったー。あ、まだ。まだシャンティリサイタルが終わってなかった。まあね、ジャイアンみたいな感じじゃないけんさ。ずっと聞けるんやろうね、みんな。ジャイアンもみんなずっと聞きよるけど、無理やり聞かされよるっていう。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、久々のジョニーやったけど、あれはね、後日送られてくるお礼は全部集まっとんかな。でもそこまでの回数多分ジョニー出てきてないよね。何種類あるんかわからんけど。